五郎公一行に着実に病魔が忍び寄っていた。いやー、僕なんか関節の節々が痛くて痛くて。いやー、わしも悪寒が走っておるぞ。それは大変。まずは体温を測りましょう。39度です。それは大変だわ。五郎公様、五郎公様。ああ、いよいよお城も陥落か。インフルエンザを予防しようの巻。五郎公と末兵衛はインフルエンザの症状を見せていた。おそらくインフルエンザだわ。私も喉が痛くて鼻水が出てるでござる。それは大変だわ。先生に往診してもらいましょう。南方先生、城内にインフルエンザが蔓延しているようです。おらさん、大丈夫ですか。みんなが倒れたので俺様が説明してやろう。インフルエンザは毎年12月頃から流行る病だ。咳やくしゃみで空気中に飛び散ったウイルスを吸い込んだり、ウイルスが付着したドアなどに触れて感染する。2つの感染経路が考えられる。全員が倒れたので予防法については専門家に説明してもらいましょう。インフルエンザを予防するには日頃の手洗い、うがいを習慣づけることが大切です。またインフルエンザが流行する前に予防接種を受けることも効果的です。症状のある人はマスクを正しく着用するなど、咳エチケットを守り、他の人への感染防止に努めましょう。おお、だいぶ元気になったわい。私も良くなりました。元気だ。発症順からすると感染源は、あ、やっぱりわしか。五郎公様からの教え。一つ、インフルエンザに感染しないため手洗いうがいを習慣づけるのじゃ。二つ、予防接種を受ける場合はインフルエンザが流行する前に受けるのじゃ。3つ、症状のある者は咳エチケットを守るとともに早めに医療機関を受診して他の人への感染を防止するのじゃ。広報誌広島市民と市政最新号の一面は農業を仕事に選んだ若者の挑戦、その他お出かけ情報も満載です。イオングループ夢タウン、夢マート、広島銀行、もみじ銀行などでも配布しています。月刊プレゼント、ひろすけの武器サインボールをプレゼントするわ。番組ホームページから応募してね。待ってるわ。次回は消火器について伝授するぞい。